はい、ということでやってまいりました。期間限定ホワイトデイイベントのね、新ガチャが開催されたということで、いやね、今回さ、特訓後イラスト何？なんかいつもの3倍以上かっこいいんですけど、みんなかっこいいやん。何これ、新作ゲーム？これ本当に音ゲーかっていうぐらい、なんかみんな生き生きとなんかね、かっこいいポーズ決めてるんですけど、まあ、今回ね、ピックアップに、私の一押しキャラの、秋山瑞希もね、新規メンバーとして登場しているので、まあ、今回ね、クリスタルの方3万8000個あるんですけど、まあ、とりあえずね、まあ、とりあえず今回は、まあ、マックス100連で、まあ、引いていきたいと思います。で、お目当ての水木さんが出た瞬間に撤退したいと思います。まあ、もちろんね、天馬くん、秋人くん、2人もね、めちゃくちゃかっこいいんで、今回のイラスト、3人全員狙ってね、引いていきたいと思います。ではね、早速10連目いきましょう。まあね、みんなね、衣装もかっこいい。衣装を着せて踊らせたいよ。変な声でしょ。待って、来てるんじゃないこれ。また10連で当てちゃう？そう、前回のね、前回の秋山瑞希星4が登場した時も、私ね、出るまで引いたんですけど、出るまで引こうと思ったら、10連目で当たったという結末を迎えてしまったので、今回も10連で出ていいんですよ、本当に。お願いします。待ってるからな。なあ。10連で終わるのか？終わってしまうのか？俺のホワイトデー。あー、イチカだったー。まあ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 、初ゲットだからね、全然いいでしょう。イチカかー。いやー、もったいない、すり抜けつらいんごー。マジか。いや、しかしね、10連目から星4当たる流れはかなりいい方向に流れてるんじゃないでしょうか。いきましょう。20連目。来い！うん、まあ、さすがにね。まあ、連続でね。連続で星4が出るほど甘いものだとは思ってないんで、ガチャというものはさ、星31枚は悲しいな、ちょっと。悲しい気持ちになりますね、これは。まあまあ、ちょっと初ゲットもね、だいぶ多いんで、まだね、ちょっとプロセカ歴の方が浅いものなので、まあ多分持ってない星3、星2メンバーたくさんいると思うので、その辺をね、回収できたらいいなという感じで。さあ、星3は？お。でも。しずくさんね、こちらもね、初ゲですね。ありがたい。まあいいんじゃないですか？まあまあ、全然、まだまだ痛くないんで、30連目。まあ100連引くから、まあ、マックスで今回はとりあえず100連引いていくんですけど、まあ、最低でも1枚はね、今回のピックアップが欲しいところですね。さあ、またまた星3が1枚という、ちょっと悲しい結果が続いてますが。さあ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 、ワンダッシュのルカ。まあ、こちらも発言ですね。さあさあ、星2が続くとね、ちょっと話すことが何にもないんですけど。いやー、まあ30連。まあ、今のところはね、30連で星4 1枚なんで、まあまあまあ、確率通りじゃないんですかこれは。まだ確率通り、まだ許容範囲。まあ、こっからね、闇の世界。さあ、黄色演出が3連発。お、来た！来ます、これ。確定演出、そして星3も2枚来てて。これあるんじゃないですか？いいんじゃないですか、水木。水木さん来ていいんですよ、ここで。みんな、来てくれてありがとう。まあまあ、まずはね。まずは、めいっ子さん、星さん、めいっ子さん。ゆっくり行こう。ねねちゃん？チョコの作り方を教えてあげる。え！マジか！終わった！終わった！ 40 連！みずき40連！ 40 連のみずき！終わった！マジか！当たってしまった！いいんですか？40連の水木ありがとうございます。終わった、撤退した。よかった、早かった、やったメイキングビスチルドレン、ありがとう、俺のためのチョコ。
いや40連1点狙いのキャラが出るのはだいぶ神引きなんじゃないでしょうか。今んとこは2連勝かな。まあ、前回1月にね、ニーゴの箱入りが来た時も、まあ、一応水木の星音が新規追加してたんですけど、まあ、そこでもね、見事獲得することができたんで、まあ、本日ホワイトデーイベントの星音水木も、まあ、40連目でね、見事ゲットということで、久々にこんな嬉しい。そしてね、そしてこの特訓後イラストですよ。かっこいい、マジでかっこいい。マジね、俺かわいいとかわいいの、かわいいのかわいいじゃねえよ、かわいいとかっこいいの両方を兼ね備えたキャラってマジ最強だと思うんですよ。水木、今回の秋山水木がまさにそれなんですよ。やばくね、何これ、これもうこの衣装でスマブラ参戦できるよ。めちゃくちゃいい武器持ってるもん。金キャラで最強キャラになれるよ。環境トップ取れればこれ。まあ、マスタートレーニングもしちゃうもんね。全然足りないもんね。あ、待って、控室。控室がある。控室。うわ、なんかめっちゃある。控室めっちゃあった。いや、どうしよう。これ全部交換しちゃっていいかな。めっちゃいいわ。固まってんのおもろいな。俺の控え室なんかめっちゃ固まってる。これあれじゃん、推しキャラだけで一面埋めることも可能ってことでしょ。足りない気がしてきた、まあ、とりあえずこれ結晶使うか。うん、楽勝。え、マジ神キャラ。え、髪型変わるのってさ、あれ期間限定だからってことかな。俺この前当てた水木さ、髪型変わるのとかなかったし。じゃあちょっと衣装見てみましょうか。アニメも見たいけど、衣装はライブ衣装。こっから見れるんですか。あ、これ前回のあの25イベントでの水木ちゃんですね。そしてオプタティオエクエス。はい、ということで今回のホワイトデーガチャ、自分も引いたよって人はぜひぜひ結果の方をコメント欄で教えてください。今回の新規イラストかっこいいと思った人はぜひ高評価とチャンネル登録、 Twitter フォローの方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。